ハーネット軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は114,678人であり、2000年の91,025人から26.0%増加した。軍庁所在地はリリングトン町であり、同軍で人口最大の都市は男子である。ハーネット軍は ョー都市圏に属している。アメリカ合衆国行政管理予算局は、ハーネット軍をローリーダーラムチャペルヒル広域都市圏に含めており、その都市圏推計人口は2012年時点で199万8808人となっている。2003年6月6日、行政予算管理局は、統計地域を再定義し、長年ローリーダーラムチャペルヒル大都市圏とされていた。 物を二つの大都市圏に分解したが、現在でも一つの大都市圏として機能している。ハーネット軍は1855年にカンバーランド軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立戦争時の軍人であり、大陸会議の大議員も務めたコーネリアス・ハーネットに、ちなんで名付けられた。この地域に最初の開拓者が入ってきたのは1720年代半ばであり、 その後は、スコットランドのハイランド地方からの移民が続いた。スコットランド移民は、海岸平原の肥沃な中石土壌の地よりも、給料部に入植した。カロデンの戦いで、ボニー・プリンス・チャールズが、イギリス軍に敗れた後、スコットランド移民は、ケープフェ・ア川上流に入って、次第にその数を増し、ハーネット軍西部に入植した。イギリス人移民も、 ケープフェ赤ワギシに沿って入植したが、外してアーウィンからウィルミントンまでの海岸部だった。アメリカ独立戦争時、イギリスに対して二度と武器を取り上げないという鉄の誓いを強制されたスコットランド系アメリカ人は裏切り者とみなされた。その行動が大陸軍に対抗するイギリス軍を助けたので公開処刑された者の,の数も多かった。リリングトンに近いある場所は、 スコットランド人裏切り者の大量処刑の場所だった。南北戦争で最終盤の戦闘がアーウィンに近いアベラズボロで起きた。ウィリアム・シャーマン将軍の北軍がウィリアム・ J ・ハーディ将軍の南軍を破り、東に進んだ。1965年、この戦闘から100周年を戦場後で祝った。ハーネット軍は地域の中部カロライナ自治体委員会のメンバーである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は601平方マイルであり、このうち陸地595平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は1.05%である。ハーネット軍は13の軍区に分割されている。アンダーソン・クリーク、アベラズボロ、バーベキュー、ブラック・リバー、バック・ホーン、デューク、グローブ、ヘクターズ・クリーク、ジョンソン・ビル、 リリングトン、ニールズクリーク、スチュワーツクリーク、アッパーリトルリバーの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハーネット軍の自治体と軍区。ありがとうございます。